タメガイジュンとハチスカマイのトラバース、イエーイ、皆さんこんにちは。こんにちは。第93回になりました。克服の100回に向けて順調にね、順調じゃなきゃ困りますけどね。ね、若干今日はね、順調じゃないこともね、ちょっと後で皆さんに発表っていうとちょっと重たいかな。でもまあまあね、ということで、まあまあちょっと意味深ですけど、はい、まあそんな感じで始まりました、はい、第93回トラバース、今日も元気よく進めてまいりたいと思います。はい、たまにはね、ちょっと重く、今ちょっとふとね、ジャストアイデアで、タメガイジュンとっていつもじゃないですか。はい、第何回かあんまり変わり映えしないんで、たまにはタメガイジュンとみたいなやろうかな。いやそして私も。ハチスカマイの。すいません、ベタで。なんか、今ちょっと思っちゃったんです。なんか、タメガイジュンとっていつも言うから、ちょっと裏切りたくなる気持ちがね、なんかね、うん、だまあ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 、まあ、桜です。はい、皆さん、そうね、もう桜です、うん、この間梅かなとかって言ってたんですけど、うんうんうん、桜です。もうぼちぼちね、つぼみからちょっとずつね開花しているのが見れてね、うん、なんかね、風が強いから桜の時って、うん、桜儚いなっていうか、土日にやっと開花してなんか見れるかなと思うと、うん、なんか風ですっごい舞っちゃったりとかしてね、そうなんです、雨降ってしまったりとか、はい、うん、スタジオもこう桜いっぱいのね。で、桜の時期といえば、まいちゃんは撮影会がもうこれから満開ですよね。でもなんか撮影会で皆さん最初にちょっとね、意味深なことを申し上げましたけど、ちょっとした事件があったみたいなんですよ。そうなんですよ。なんと8日前どうしました？8日前はそうですね、階段から焦げてしまいました、ね、大事件やいや大事件やだよ、大丈夫なの？ちらっと今日スタジオに入ったらその話でまだちょっとね、詳しいところまであれですけど、そんな、うん、この良くない話題がね、うん、いやまさか、うん、階段から落ちると思わないじゃないですか。なんか撮影場所、ね、いいところないかなってこうフラフラって、はい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 、していたら、はい、もうドドドドドと行ってしまって、もうその状況に笑ってしまいましたよ。私本人は笑ってるだろうけど周りの方々はたまったもんじゃないですよね。もう本当に申し訳ないです。でだいぶダダダダって言ったの？多分だいぶ行きましたもうね、本当にまあこうやって無事にね放送も、はい、できるぐらいな感じで良かったですけど、はい、まあ不幸中の幸いとよく言いますけどね、はい、でもまあ本当に大事がなくてね、はい、何よりでしたけど、気をつけてね、はい、気をつけて、まだこれから撮影会続きますから、はい、続きます。そう、もうみんなでもヒヤヒヤしながら、もうなんか舞ちゃんが多分動くたんびにチタッてみんながちょっと、うん、警戒してみてくれる。これからはもう結構そういう風なモードがね、はい、8日前の撮影会の中で、はい、きっとねこれファンの方とかね、撮影に来られる方々もこれ、うん、まあきっと話題になりますよ、これ。なりますね、うん、この間こけたんだってとかね、やったら言われるああ言っちゃったね、もうみんながこう、舞ちゃんこけないでねとかって何かとこういじられるあれかもしれませんね。ということで、桜がこれからね、皆さん楽しみな時期になりましたけど、そんな桜の時期の春は、春はって春でもなくてもやってきたんですけど、まあシアンとマイキーの武道健康空手教室です、今日は。はい、まあやっぱりね、暖かくなってきて、運動もそろそろまたこう体が硬い、この寒い冬からね、緩んでくるというか体もね、はい、そういう時にもやっぱり体調管理も大事でしょうけど、何かね運動っていった時に、このもちろん宣伝ですけど、空手の報告会に来ていただいてもいいんですよ、はいね、こんな時期に先に表明しやっとるやんっていうか、ね、ありがとうございます。なんかたまに裏切って今日ね、先にインフォメーションちょっと中に入れもう着せずして入れてみましたけども、まあこんな時期ですからね、きっとこんな時期って何かっていうと、春になってきて体も緩んで、何か新しい時期に始めようかなという時期でもあるじゃないですか、春というのはね。ですからそんな中にこう武道空手を入れていただけるといいなということで、先に空手道具会のインフォメーションをしてしまいましたけども、ね、まあそこまでね、まだちょっとねとかって言われる方も、このシアントマイキーの武道健康空手教室のこのコーナーをもう利用していただいてですね、自宅でもうこれできますから、このメソッドワークはね。ですからここでアーカイブもありますしね、これシリーズでずっと長くね、今溜まってますからね、自宅でぜひ皆さんこの健康空手やっていただきたいと思います。
ということで、これ出すの忘れちゃった。シャントマイキーの宇野源丸教室です。はい、今回いつも言いますけど、ね、毎回やっぱりね、また初めての方もお見えでしょうから、インナーマッスルってね、よくこうスポーツ界でも言われるようになりましたけども、まあ、深層筋肉群と難しく言ってね、深層っていうのは深いところの、表にこうついてるような筋肉はアウターマッスルというんですけど、インナーマッスル、まあ武道はね、姿勢を維持することが大事ですからね、姿勢を主にね、こうコントロールしたりすることに非常に有効な筋肉ですね。うん、まあ簡単に言ったら骨に近い骨格を維持するような働きをする筋肉が発達します。だから姿勢が良くなりますし、芯の部分が、昔日本人っていうのは筋金入りの体と言ったんですけど、はい、芯の部分が強くなる、うん、で足腰は当然全身も鍛えられますし、何よりもね、これね、バランス感覚が良くなりますね。ね、姿勢を維持する筋肉を鍛えてるわけですからね。あ、姿勢がって書いてあるわ。動き、はい、もう全身運動になりますからね。で今日、ミュージックもね、舞ちゃんがちょっと足を怪我していても、うん、できる、なぜか今日できる、うん。ね、後でやってもらいますけども。はい、はい、そして、まあ、呼吸法とかね、やったことがあるんですけど、また呼吸法のシリーズもこれから入れていきたいなとは思ってるんですが、呼吸っていうのは自律神経にダイレクトに関係をしていますから、自律神経が整うようなメソッドワークもあります、うん、はい、はい、過去にもね、アーカイブの中に呼吸法ありますから、うん、探してみてください。ということで今日はね、一つこの間外受けという受け技を、ね、はい、外側からこう回ってくるので外受けというんです。今度は内受けというね、内側からこう声を上げて回ってくる、ね、うん、こういう、受け技を一つ入れさせて加えさせていただいて、はい、また後半にはマイキーチョイスの、まあ、ミニライトコース、ね、はい、3種目のミニライトコースで皆さんにお届けをしたいと思います。内受けというのは、この、ね、前回外受けはね、こちら側で受けたんですね、うん、ね、小指側で受けました。今度は親指側のこの前腕部の、ね、付け根あたりの近いところで、受けをするというここの意識ですが、皆さん健康カルテですから、まだね、何か相手からの攻撃とかそういうことを受けるということはないですが、その場所を使って、この場所を使ってスッとこう相手にね、カラテキッド覚えてます？映画スペシャルのね、ワックスオン、ワックスオフ、ワックスオン、ワックスオフ、ワックスオン、ワックスオン、外受けです、ワックスオフ、内受けです。まあこっち側でオンでオフでもいいんですけどね。どちらでも。どちらでもいいんですけど、まあ、その、外受け、内受けというね、はい、今日は内受けを今から、うんうんうん、一回ワークをさせていただいてのマイキーチョイス。はい。ご一緒にやられてください。うん、ということで、我々の道場スペースに今からマイキーと二人で飛んでいきますので、はい、その間にから図法公開の CM をご覧いただきたいと思います。VTR、スタート。せーの。あ、ダメだ。やらなかった。跳躍でしたね。飛び上がるところね、はい、もう皆さんにお見せしたかったんですけどね、ラウンターマンの衣装って今度やりますから、今度します、うん、もうすみません、忘れました。、ね、着地のところは皆さんに見ていただきました。さあマイキー、はい、今日宇宙受けを皆さんに、ね、一つ加えさせていただきますが、ざっくりとこの内八時立ちというね、立ち方でこの健康カラテでは一日この立ち方でやっていただきます。これは武道の空手におけるところの立ち方というのは枠組みなんですね、ね、枠組みの中で何かをすると、まあ、胴体の、ね、こう運動エネルギーって言うんですけど、まあ、基本では今のところこの肩甲骨を回すというこのエネルギーをこの枠組みの中で回すと、これちょっと見ていただくと分かると8の字、8の字だからこうどっかで交わるじゃないですか。その力がこう交わる点に向かって、回転のエネルギーをそこに向かって
集めるという意識でやっていただきたいなということで、このもう全部手書きだということになりますね。ということでですね、はい、ということで、今日は打ち受けというね、そしてもう一個だけ、気合、もし声を出せる環境の方は動作の終わりに合わせて呼吸を、月とかね、受けとか、今日は受けも受けですけども、そこのところで鋭く強く短く声をはいって出していただく、ね、あーはやめましょう、ね、そうするとあーって動作、あの動作がスッと終わるところに合わせて鋭く短く強くはい出します、ね、踏んでもはでもはいでもえいでも結構です、はい、ずっと言いますけどね、はい、で声を出せない環境の方は鋭い呼吸を吐くのだけで結構です。呼吸を止めないでください、ね、気合というのは空気を吐くのを技に合わせるという意味でもありますから、そこのところを気をつけながらやっていただきたいと思います。さあ、それでは打ち受けというのを今から紹介しますね。で、内足になります、ね、内側にこう足でやりました。そしてまず、左の腕を肩の高さに、そして横側はだいたい90度ぐらいです。肩の高さ、まあ上段とか中段でもあるんですけどね、今は基本的には肩の高さに拳を持ってきています。右手は胸と腰の間ぐらいのところです、ね、そしてこの手を少し、まあ、返さなくてもいいんですけど、返します少しね。そして脇の下に、これから受ける反対の手を脇の下に持っていきます、ね、そしてこの時に、胴体はまっすぐな形になります。そこから脇の下から弧を描くようにして、こちらの手は引き手の、腰と胸の間と、こちらが弧を描くようにして反対の動作になります。こうです。そして肩の高さに拳が来て、横は90度ぐらいの形になります。ほぼ90度ぐらいですね。はい。そしたら反対側に今度はまた返した、これ今回は難しいですよ ね、 こうします。本当はね、この手もね、受けてるんですよ、ね、ダブルでこう受けてるわけですね。片方の手だけでこうこうっていけるんじゃなくて、あのルーツではね、あのプロデューサーが小川先生なんかも本当に救急 の、 あの沖縄の古典の中では目を通る夫婦のように、仲悪いってダメですよ。だから夫婦は夫婦仲は仲がいいってことは前提です。だからおい女房にお前受けろ、こっちでわしはこっちで攻撃するとかそうこ、お前が先に受けたら俺ももう一回受けるぞみたいな、二人で受ければダブルシールドということですよ。夫婦仲がいいです、うん。うまく言いましたよね、もう。小田先生に9大点もらえるかな。ね。琉球カフェの達人に、もう、そうそうっていうことでね、目を通でと言って、夫婦の手と、沖縄では目を通でと言うんですよね。まあそういうことの受け技にもね、空手ってのは深いね。実はこっちばっかり受けてると思うけど、本当はこの手も。でも皆さんはこっちの手が扱えないからといって、もう、ああ、もうこんがらがってやめたいよって言われると困るので、今、打ち受けというのはこっち側の手で受けるというふうに考えていただいて結構です。さあ、じゃあ左で頑張りました。ちょっとね、ゆっくりね、10回やってみますね。はい、では、1、脇の下に構えて、2でこうですね。1、2、そうです。1、2、1、2、1、何回か忘れちゃった。2、1、2、1、2、1、2、じゃあ、1号例で1回で、まあ、分けない。ね、それを10回やってみます。1、1受けです。2、1受けです。3、1受けです。4、5、6、7、8、9、10。では、気合を入れてですね、呼吸を強く吐いて、最後どうぞですね。ではやってみましょう。10回でやってみます。決まりだ！1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、これ、内受けと言います。この間は外受け、8でしたね。ね。さあ、舞ちゃん。この、
今日の稽古シリーズのエクササイズ1セット、今10本ですけど、今回はミニライトコースです、ね、ライトコースですから10本なんですけど、普段は皆さんご自宅でご家庭でやられるときは1セット20本、インターバルは15秒、各種目組み合わせて今までのご紹介してきた技を3セット3種目ライトコース、ミドルコース5セット、ストロングコース、ストロング強い7セット7種目、はい、もしくは全種目同じで7セットとかねそういうやり方もありますし、いろいろねチョイスしていただけるんですが、できれば飽きるので、バラバラにした方がおすすめだと思いますが、皆さんのお好みで、俺はこの技が好きなんだよっていうことを極めるとかね、そういう方向もあって楽しんでやっていただきたいと思います。ゆっくり4本をした後に動作と気合を合わせてね、はい、やっていただきます。さあ皆さんお待ちかね、マイキーチョイス3セットなんですが、今までこのラインナップです、はい、ね、正拳直突き、まっすぐに突くやつですね、うん、そして前蹴り、まっすぐハッと蹴る、手刀横前打ちといって、この手刀という手形、これでスッとここからね打ってくる技ですね、はい、そして膝蹴り、マイキーチョイスに乗って膝蹴りがあったんですか、膝蹴りですね、はい、そしてこれはまた上段受け、上段受け、今度は上にスッとね、上げる上段受けというのがあります。そして肘の振り打ち、肘打ちというのがあるんですね、肘も使うんですね、膝の振りを使うね、はい、そして筋的蹴り、これは急所攻撃ですけどね、護身には役に立つような技ですけどもね、筋的蹴り、そして前回の外受け、外側からスッと手を回してきて受ける技、そして今日の内向き、さあ前蹴り、はい、前蹴りと筋的蹴りと膝蹴りもう意地悪だな怪我しておいて言ったのやということで、今日は前蹴りは空手ができないのかな、いやそんなことはない、そんなことどうしてかな、どうしてかな、どうしてできるのかな、上半身だけで今日は動かしたいと思います。素晴らしい、はい、今日はもう上半身だけでもできることをイミジコマイちゃんが証明してくれるということですね、はい、運動は別に下半身が怪我しててもできるよと、はい、ね、はい、ということで今日のマイキーチョイスは何にしましょう、ここからのメニューでありますよ、はい、まずはですね、はい、上段受けから、上段受けから、上段受けいただきました、はい、次です、次は、はい、前回習った、前回習った外受け、はい、いただきました、そして最初から当然、はい、今日習いました、内受けです、よかったです、これで筋的蹴りですって言った時にはね、もうまあ受けるでしょうけど、さすがマイキーってことで、いや今日はもう内受けを入れていただかなければなりませんね、はい、ということで上段受け、外受け、内受け、これが今日のマイキーチョイスのミニライトコース3セットです、ね、ミニですから10本ずつでやっていただきます、皆さん練習にご一緒にやられてみてください、はい、ということでじゃあ行きますよ、ではまずは上段受けからですね、内足が始まって、皆さん内股にこうねされて、延長線上がこう三角形の頂点に力が集まるように、意識をされてください、はい、それでは左の上段受けに用意をしますね、だいたいここが45度ぐらいですね、はい、では行きますよ、ではゆっくり4本やってから10本です、1 2 3 4 8、やるぜ、えい、1、えい、2、えい、3、えい、4、えい、5、えい、6、えい、7、えい、8、えい、9、えい、10、はい、では次は外受けです、あ、15秒もう道場の基本稽古にどんどん進めちゃいそうになりましたけど、15秒今測ってますので、15秒が来たら外受けに行きましょう、5 4 3 2 1、それでは外受けの形にして、さあ外側から回していきますよ、はい、1 2 3 4 8、キャルテン、1 2 3 4 8 5 6 7 8 9 10、さあ15秒あったかくなりますよね。あったかくなります、ね。これ夏だったらどうなるのかな。暑くなったら。3、2、
1、それでは3セット目いきますよ。うちゃちゃちになって宇宙系の構えです。今度は反対側脇の下から持っていきます。1、2、3、4、えい、キャルテン、えい、1、えい、2、えい、3、えい、4、えい、5、えい、6、えい、7、えい、8、えい、9、えい、10、えい、はい、登ってください。おっす、皆さんいかがでしたかね。これからね、またこれ汗もかけるしね、もうミニライトコースでもね、結構な、はい、全身こうね、両方の手はもちろん胴体も回しますしね、その分だけ枠をしている分ね、負担はかからないですけど、足もねきちっとこうね、ある種力をね入れておかないとこうミャンハングニャンってなってくる、ね、ですからそういう負担をかけずにこう鍛えられるっていうことはね、今日マイキーが証明してくれましたからね。ムニジクも怪我の巧妙とよく言いますけれども、はい、そうしてくれたマイキーに感謝です。ありがとうございます。はい、じゃあ我々のスタジオに戻りましょう、はい、今度こそシュワッチいきますよ。それでは戻ります、せーの、ほどんだけ遠いんですかね、俺ら道場スペースからこのスタジオまで結構長く飛んだと思いますよ。もうだいぶジャンプ力も相当鍛えられてますけど、相当な滞空時間でね、もう今雲の上まで少し行って、ようやく到着しましたが、お待たせしました皆さん。はい、マイキー感想どうでしたか、はい、今回結構手の動きが、うん、なんて言うんでしょう、難しかったかなっていう印象がありまして、はいはいはい、うん、でもこれできたら、なんて言うの、うん、結構武道空手的にも、うん、ね、いいのかなと思ったりしますし、あとはこう、まあ、私の、まあ、アクシデントがあったんですけど、はい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 、でも、うん、この上半身だけでも運動できるっていうのは、うん、この武道空手の良さだなと思いまして、ありがとうございます。本当に今日も楽しくできました、うんうん、あ、よかったです。もうね、なんかあの、運動不足なこと、はい、もあるでしょうから皆さんね、でも手軽にこうそんなにスペースもいらないじゃないですか。 そうなんですよ、その場所でこう皆さんにやっていただけるというかね、そういうのも空手というもののね、まあ、手前味噌ですけど、まあ、場所もそんなに取らずに、でも合理的にね、全身運動ができるってい う, こう基本的な動作があるっていうのもね、空手の一つの素晴らしさかなというふうに改めてね思いましたし、今日はマイキーが足怪我しててもやれるよっていうね、まあ、まあ怪我しない方がいいんですよ、ね、もちろんそうなんですけどね、なんかあることがあってもね、全身運動ができるんだっていうことを今日イミジクも、マイちゃんがそういう状況だったので、そんな回に良かったと思います。ありがとうございます。でも怪我はしないでください、もうね、うん、今度は腕、右腕折れててもできますとか、そういうの嫌ですからね。ね、はい、ということで、皆さん武道空手ご自宅でもしくは道場にも、ね、来ていただきたいと思います。インフォメーションをやらせていただきたいと思います。はい、映画トラバース、だんだんね動きが少しずつ出てまいりましたね。みんなでトラバースという YouTube の番組も、あるね、あの 会社さんから、お話をいただいて今配信していますし、映画トラバース本体もね、本編も、この春からねちょっとずつ動きがあるようですので、また、いつもそんなこと言ってますけどね、これでまん延防止措置ですかね、もう解除されましたし、だん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 動けてきたら皆さんにもまたここでお知らせをさせていただきますので、ぜひ映画トラバス今後ともよろしくお願いします。お、今日は VTR 流せそうですね。それでは CM の VTR お願いします。 VTR スタート。誰がアキを殺したんだ。アキさんが自殺するような人には思えないんだよ。自殺に見せかけて殺されたの。自分の命を守るよりもあなたたちを守ることを選んだ。何するんですか。しっかりしろ。いやー、うわっ、
もあれば闇もある。良いことも辛いことも。行ってくる。大切な人を守りたいから。俺が殺した。オーメン、ブータン上位。詳しい。自分を超える。映画を超えた怒涛のリアルアクション。はい、映画トラバース、これからまた、第2幕じゃないかなというふうにね、スタッフやキャストさんたちともお話をさせていただいてるんですけどもね、みんなでトラバースという YouTube の番組が立ち上がりましてですね、企画を制作委員会の方と、映像制作会社の方との間でね、そういう企画が立ち上がりまして、今配信してるんですけど、裏側がね、これまであんまり公開されてなかった岡田監督もそうですけど、まあ、オーディションとかね、各オーディションとかね、これからそういうところの裏側もね、とか、あと、なんかいろんな方々との対談とかね、いろんな企画をなんかやろうかっていうふうな企画委員会みたいなののお話も流れてきまして、これからね、トラバスまた、コロナでね、ちょっといろんな意味で食らってしまったことをリベンジをするというね、メラメラと皆さんの情熱を感じているところなので、自分も遅れないように、主演としてね、これからトラバスもっともっと盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、配信 DVD はもう相変わらず、発売していますし、これからいろんなところでの上映会とかね、そういうところも、盛り上げていきたいと思いますので、ぜひトラバスまた今後とも可愛がってやってください。ということで、道ありませんかという書籍ですね、これはまあ先ほどからちょっと武道空手やりませんかっていう、これとね、リンクした問題なんですけど、毎日ありがとうございます。はい、道というジャンルは型があったりね、作法があったり、堅苦しいなって思われることが多いかもしれませんが、今だからこそこの型にはまるということがね、良くないように作用するんではなくて、自分としましては型というのはね、作法とかもそうですけど、コピー転写装置みたいなね、先人からの知恵の集合体である、いろんなことの知恵がですね、身につけられるように、自分たちにコピーをするために作法とか型とかね、それでこうそれにはまることによって流れ込んでくる本質的なこと、こういうことが伝統文化、特に日本の伝統文化には学習システムとして非常に優れているなということも含めて、道っていう、武道をやりませんかだけじゃなくてね、道というジャンルに皆さんぜひ注目して、皆さんに勤しんでいただきたいなという思いを込めて書かせていただいた書籍です。道ありませんか、図書館でもね、市内の図書館、もしくは、豊川新城やね、この東三河の図書館、図書館じゃないわ、それは小中学校の図書館かなに、ほとんどのところに入れていただいてますので、ぜひ図書館に行ってね、道ありませんか探していただくのも嬉しいなと思いますので、ぜひご一読いただきまして、道に興味を持っていただいたら幸いです。道場の方もこの道の部分にスポットを当てました、武道としての空手を皆さんにお伝えすべく毎日稽古をしています。ぜひこの春から何か習い事とかね、していただきたいと思う、その中に武道空手も入れていただきたいと思います。見学体験大歓迎ですので、道場でお待ちしていますので、ぜひご一報いただく、ウェブサイト、ツイッター、インスタグラム、フェイスブック全部ありますから、そちらの方で、検索をしていただいて、道場にお越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、楽しく進めてまいりましたが、今回のトラバース、いかがでしたでしょうかね。皆さん、健康空手、ぜひご自宅でアーカイブも見ながらやっていただきたいと思います。じゃあ、今週はこんなところで失礼しますが、次回予告、おすすめ映画スペシャルです。舞ちゃんがまたどういう映画を持ってきてくれるか、自分もね、また皆さんこの頃かっ飛ばしてますからね、映画スペシャルね、はい、またお楽しみいただきたいです。また皆さんリクエストとかご意見も待ってます、はい、では今日はこれで失礼したいと思います。為川淳と藤塚舞のトラバース、また来週。